皆さん、こんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は、小学校4年生の算数、2桁の数で割る計算、10時間目の内容です。今日は、章の検討の付け方をもう一度確認しましょう。章の検討を立てるとき、 割る数を四捨五入して何十と見る方法があります 85÷27 は27を四捨五入すると30になります30と見ると小は2余りは31まだ引けます3を立てると4余ります だから答えは3余り4です。練習問題をやってみましょう。96÷17 は、17を四捨五入すると、20になります。20と見ると、小は4。余りは28。 まだ引けます。5を立てると11余ります。だから答えは5余り11です。二つ目のやり方です。割られる数と割る数の1の位を0とみます。85は80、27は20とみます。 80÷20 で4を立てます。4を立てると108で大きくなってしまうので、検討の章を1小さくします。3を立てるとあまり4。練習問題をやってみましょう。91÷ 34は91を9034を30と見ます 90÷30 で3を立てます3を立てると102で大きくなってしまうので検討の章を1小さくします2を立てるとあまり23 だから答えは2余り23です。3つ目のやり方です。割られる数と割る数を死者五入して何十と見ます。85を90、27を30と見ます。90割る30で3を立てます。余りは4。 だから答えは3余り4です。練習問題をやってみましょう。89÷28 は、89を90と見て、28を30と見ます。3を立てると、余りは5、答えは3余り5です。 学習のまとめです。章の検討の付け方が違っても、結果は同じになるので、自分のやりやすい方法で計算して良いです。これで今回の学習を終わりにします。